おはようございます。おはようございます。昨日鍵屋さんに来てもらって鍵を作ったので、翌日今日は月島組長が手伝いに来てくれて鍵作ったバイクの初爆確認をします。よろしくお願いします。お願いします。スズキの UD ミニ、これが何でしたっけ、さっきの。ああ、さっきクマさんがドライバーどっかに挿して、うん、初爆確認してたけど、ドライバー何に使ってたのっていうの。ですね、これスズキのバラとか、まあ、古いスズキのスクーターはリアブレーキを握らないとキックがこうスカスカでキック噛まないんですよ。で、それこれリアブレーキ固着してて動かないので、その時はこのリアブレーキワイヤーのここにこのレバーがあって、うん、それでこうドライバーを刺して ここが動いてればキックできるよ。こういうことです。なるほどね。で今、エアクリ開けたので油シュッと吹いてみてください。吹いて初爆確認しちゃいましょう。はい、アクセルを開けてレバーを押して、はい、吹いた。うん、鍵オン。はい、もっとたっぷりですね。ごめん。はい。いいね。前の動画でも言ったけど、ね、僕小学校の頃これ乗ってたんですよ。あイブ、セルが回りません。こっちのイブもセルが回りません。
本日の初爆チェックは終了。首長ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。勉強になりました。動いたのどれだっけ。動いたのはバラ OK、 ボーカル OK、 チャンプ CX OK、 初期型タクト OK で、イブは2台ともセルが回らなかった。 UD ミニはかかった、老けた。カレンはチェックしてないで、キャロットはキックペダルが欠品してるので、これも未確認。そんなとこかな。じゃあまた次回入荷したときはよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はガレヤコさんに来ています。横にに溶接でライトガードを作ってもらいました。横にありがとうございます。いえいえ、私もね、それ以上ね、いろんなものいただいちゃってごめん、ね、いえいえこれが俺一番嬉しいよ。それが俺一番嬉しいよ、これ RPM の当時もんのサイレンサー。まあうちに転がってたこれ一番嬉しいよ、社長。うちは使わないので。あとは社長、何が嬉しいって、このチャンバーのサイレンサー嬉しいね。それ使えるといいですけどね。これどう思います。これで合わなかったら僕と社長の相性は良くないこれがね、僕がとあるゲンチャリ用に買ったチャンバー。だけどサイレンサーがないんですよ。これがつくでしょう。あれ？え？社長、本当だ。だからここのパイが合わないから、ここの穴だけちょっと加工して、うん、ここのピッチは合うな。あ、合ってる、穴合ってる、ピッチは合うね。ありがとうございます。あ、マイクがちっちゃ。ありがとうございます、社長。いやいや、こちらこそありがとうございました。こんなに綺麗にできるとは思わなかったです。うまいですね、横に。意外と何でもできるわけです。溶接もできたとは社長、何でもできるんですよ。また今後も何かあったらよろしくお願いします。こちらこそ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。いいよ、どうも。